磁場解析の、機能とか設定の紹介については、以上です。で、3番目、磁場解析のポイントということで、こちらのセクションではですね、具体的に解析をする際のポイントとかノウハウについて、ご紹介をします。で、ここで紹介する内容はですね、まあ、特によくユーザーの方から、問い合わせをいただくのが多い、ポイントになっています。まず、最初にですね、解析精度の向上と計算の高速化ということで、いくつかポイントがありますので、紹介をします。まず、その話をする前に、有限予想法とはということで、先ほど少しお話ししましたけども、まあ、いろんな、分野ですね、構造解析とか、電磁界とか、いろんな分野で使われている、まあ、数値解析の手法でして、磁場解析はですね、ほとんど、この有限予想法です。MZ に限らず。で、この有限予想法では、この形状ですね、例えばこういう L 型の形状解析するとすると、このメッシュと呼ばれる、三角形、ですね。リムテッドの場合は三角形か四面体ですね。六角形とかできるものもありますけども、このような三角形ですね。二次元の場合は三角形に分割をして解きます。この一つ一つが要素、もしくはメッシュと呼びます。で、この分割する点がこれ接点という名前で呼んでいます。これが有限予想法の解析方法です。で、この要素ですね、メッシュの、には種類がありまして、フィムテッドの場合は2つの種類から選択することができるんですけども、右側の表を見ていただきたいんですが、1次要素と2次要素というものがあります。この矢印が実際にそこの分布を、まあ、解くっていう、ものがどこに配置されているかっていう図なんですけども、一次要素の場合は、計算時間が短くて、計算精度は低いという特徴があります。二次要素の場合は逆でして、まあ、計算時間は長いんですけども、計算の精度は高いという特徴があります。で、デフォルトではですね、正解析と調和解析では二次要素がデフォルトです。で、過渡解析ではですね、この二次要素は使えません。一次要素のみです。で、通常、まあ、デフォルトの設定を使っていただければ結構なんですけども、まあ、二次要素で計算するとあまりに計算に時間がかかりすぎるとか、そもそもメモリに、乗らなくて、そのパソコンでは計算できないとか、そのような場合は、まあ、一次要素を使うことを検討していただければいいかなと思います。まあ、通常あまり変えていただく必要はないかなという設定です。それから、メッシュサイズですね。これ、このポイントの中で一番重要と言っても過言ではない、ポイントなんですけども、まあ、シミュレーションよくやられている方はよくご存知かと思うんですけども、メッシュですね。この要素の大きさを細かくすると、計算の精度が向上します。で、どんどん、真値ですね。真の答えに前進していきます。というのがメッシュサイズです。なので、まあ、とにかく細かくしてればいいんですけども、そうするとですね、今度は解析の時間がかかります。ので、まあ、ちょうどいいサイズに設定してやることが、この解析を効率よく進める上でポイントになるんですが、その効率よく設定するための、やり方について、この一次元での例というのを使って紹介をします。一次元での例ということで、これ横軸がですね、なんか長さですね、座標。縦軸が、磁界の強さだと思っていただきたいんですけども、赤ですね。赤のこの曲線
が、まあ、真の次回の分布だったとして、これをメッシュを切って解くとどうなるかっていうお話なんですが、この縦線が入っているところを、で、まあ、メッシュを分割していると思っていただいて、これで解くとですね、この青になります。これ一次要素の場合なんですけども、メッシュで切っていないところというのは一次式で、近似をするので、直線で結ばれることになるんですが、このように、まあ、分布になります。で、赤と、まあ、比べていただくとですね、この誤差があるのがわかります。特にここですね。ここは大きく、差が出ているのがわかるかと思うんですけども、この場合はですね、ここに、この点線の部分に、もう一つメッシュを切ると、随分精度が上がるというのが、なんとなく想像していただけるかなと思うんですけども、ということでですね、磁場の変化ですね、激しいところ、まあ、この部分ですね、こういう部分は、細かいメッシュサイズを設定していただく必要があります。逆にですね、なだらかなところですね、まあ、この辺とかですね、この辺は、むやみに細かくする必要はありません。逆に粗くしてやることで解析の時間を短縮することができます。このあたりをうまく調整することで、まあ、精度の良い結果を短時間で得るというのを、検討していただきたいんですけども。で、その設定の方法が次のスライドなんですが、2つメッシュサイズは、設定がありまして、1つ目が標準メッシュサイズという設定です。こちらまた、起動してみていただいたときに、確認をしていただきたいんですけども、標準メッシュサイズというのが一つ設定できるようになっていまして、こちらで全体のメッシュサイズを、決めることができます。それから部分的にメッシュサイズを設定ということで、まあ、磁場の変化が激しいところだけ細かくするということで、例えばですね、この右側に、例があるんですけども、これ、まあ、ギャップが入った磁性帯に、コイルが巻いている、モデルなんですが、このギャップの部分ですね、ここの部分に磁場が集中しますので、ここの部分だけ、まあ、細かくしてやれば、精度の良い結果が得られるということで、この面ですね、このギャップの面に設定する方法が、この1番から4番の手順になります。ここではちょっと、実演はしないですけども、まあ、こういう方法で設定できるというのを覚えておいていただければと思います。次に空気のサイズなんですけども、周囲にまあ磁場を計算するために空気が必要だということを申し上げたんですが、この空気のサイズによって、計算結果というのは大きく変わってきます。具体的にはですね、磁場が、まあ、十分小さくなるところまで、この空気のボディが必要です。で、何もしないとですね、空気の領域は自動的に作成するようになっていまして、まあ、このようなメッシュの設定のところに空気領域を自動作成するという設定があるんですけども、こちらをオンに、デフォルトではなっているんですが、オンにしておいていただくと、自動的に空気が作成されます。で、その時のサイズなんですけれども、3というスケールを、デフォルトでは設定していまして、この計算の対象の長さに対して、3倍ですね、の大きさの、空気を自動的にデフォルトでは作成します。まあ、大抵の場合ですね、この3で、十分磁場は小さくなるんですけども、これでは、まあ、ダメなようなケースもありまして、まあ、そのような場合は、まあ、5とか10とかのスケールを設定していただくことになります。で、右側に2つモデルがあるんですけども、モデルによってこのスケールの推奨の大きさが違うというお話なんですが、まず、開示炉のモデルですね。開示炉というのは、磁場がまあ周囲にこう、放射してるというか、まあ、広がってるような、ケースなんですけども、その場合は、まあ、最低でもこのスケールが2以上は必要になります。最低でもですね。
3であれば結果が保証されるというわけではないので注意をしてください。それから、今度平次郎の場合ですね、今度は空気中に磁場がほとんど漏れない場合、まあ、磁性体のコアがあったりして、そこに集中するような場合ですね。この場合は、まあ、空気っていうのは、極端な話なくてもいいぐらいなんですけども、まあ、1.2 倍とか 1.1 倍とか、まあ、そのような、もうギリギリ加工ぐらいのサイズが、の空気が、まあ、存在していれば十分です。で、この設定によっても、計算時間が大きく変わってきますので、特に平次郎の場合ですね。平次郎のモデルの場合は、まあ、小さくしておいていただくというのをお勧めしています。まあ、モーターなんかの場合は、ほとんどこっちですね。平次郎の場合が多いですね。次に対象モデルのお話なんですけども、こちらは、ま、先ほど話した話と、ほとんど同じなので、もう細かく説明しないですけども、対称性がある場合は、対称モデルで計算できると。で、これで、要素数がですね、一気に減らすことができるので、計算の時間が、ま、大幅に削減することができます。ちなみに、この、図だと、まあ、4分の1になってるんで、メッシュの数は4分の1になるんですけども、時間的には、まあ、だいたい10分の1ぐらいの時間で計算ができます。ので、対象モデルというのは、まあ、有効に使っていただきたいと思います。次にですね、2次元の軸対称モデルというものなんですけども、先ほどの対称モデルとまあほとんど同じようなお話なんですが、今度はですね、こう二次元の断面形状をくるっと回転させたような形状の場合は、この二次元軸対称解析という機能が使えまして、この右側に図があるんですけども、本来まあ左側にあるようなこういうまあ、回転体で表されるような図のモデルを計算するときにですね、この軸対称の形状で解析をすることができます。これをやるとですね、まあ、10分の1どころかかなりもっと効果が見込めます。ので、軸対称形状の場合は、こちらを検討ください。引き続きまして、線形と非線形の解析についてのポイントです。線形と非線形、先ほどから非線形というキーワードは出てるんですけども、改めて、振り返ってみますと、線形というのは、どういう状態かというと、AX イコール B という、まあ、方程式があって、A と B が定数の場合ですね。グラフに書くと直線になるんですけども、これが線形の方程式です。で非線形というのは、AX イコール B で、B とか A ですね、が X の値によって変化する場合、グラフに書くと直線になる場合、これが非線形の方程式になります。で、線形の場合は一回計算すると解けるんですけども、非線形の場合は、反復計算をする必要がありまして、フェムテットの場合はニュートン・ラプソン法という方法で解いてるんですけども、場合によっては解けないようなケースですね。まあ、収束しないと、この反復計算が収束しないというケースもあります。これがまず線形と非線形の違いなんですけども、この磁場解析で言うとですね、まあ、お気づきかと思うんですが、材料の設定でですね、BH カーブを選択してテーブルで入力した場合は、この非線形の解析になります。そうではなくて、投資率、一つの値の投資率ですとか、まあ、時価の強さを設定した場合というのは線形の解析になります。で、この非線形の解析はですね、収束しないということが、まあ、よくあります。
お問い合わせをいただくこともよくあるんですけども、この収束しない場合はですね、まあ、8割型、このスライドにある対策をしていただくと収束するようになります。ので、ぜひ覚えておいていただきたいんですけども、一つ目ですね、が、この BH カーブの直線のデータを、テーブルに入れていただいてるんですけども、測定の誤差、まあ、測定データをそのまま入れる場合なんかは、まあ、誤差でよって、誤差があって、こうガタガタになってしまう場合っていうのがあります。言い方を変えると、まあ、1位に増加していないという状態なんですけども、そのような場合はですね、この収束性が非常に悪くなるので、そういうような場所がないかっていうのを調べていただいて、まあ、滑らかになるように修正をしていただきます。で、過度解析の場合だけなんですけども、自動的に補正する機能がありまして、この作業は必要ありません。で、2番目、これでも収束しない場合はですね、解析の条件に、まあ、高度な設定っていう項目があるんですけども、そちらでですね、この2つの設定を変えてみていただきます。1つ目が、加速減速係数を小さくしてみるというものなんですけども、この反復計算ではですね、まあ、だんだん真地に近づいていく、計算の反復が進むごとに真地に近づいていくんですけども、この減速係数を小さい値ですね、デフォルトでは 1.0 という値が設定されているんですが、0.5 とか 0.1 とかという値を設定していただくと、今まで収束しなかったのが、ちょっとゆっくり、進めるようになるので、収束する場合があります。これが一つ目。で、二つ目はですね、最大反復回数を増やすということで、この反復計算には、最大値の制限がデフォルトではかかっています。ので、これを、まあ、増やしていただいて、まあ、時間はかかりますけども、まあ、収束する可能性があるということですね。この全部で3点の対応をしていただくと、まあ、ほとんどの場合、収束するようになります。ので、ぜひ覚えておいてください。次なんですけども、昭和解析のポイントということで、いくつかご紹介します。まず解析可能な周波数の範囲ということで、まあ、一番この講義の初めでも少し触れたんですけども、この磁場解析でどんな周波数のものでも解析できるかというとそうではないという話なんですが、最初のお話では1メガヘルツぐらいまでっていうお話をしたんですけども、その具体的な説明なんですが、コイルを例にして説明しますと、コイルの透過回路ですね、がどうなるかっていうのを考えていただいたらわかるんですが、まず周波数が低い場合は、まあ、L1 個で表されるんですけども、周波数が高くなってくるとですね、この浮遊容量、まあ、戦艦容量とも言いますけども、この浮遊容量が、効いてきます。で、この場、磁場解析では、まあ、名前の通り磁場しか計算しませんので、この浮遊容量というのは、考慮できません。したがって、この影響が強くなって、くるようなアウトプットが欲しい場合は、この磁場解析ではダメということになります。で、フェムテットの中では電磁波解析ですね。ヘルツというものを使っていただくと、このあたりが計算できます。で、具体的に、まあ、計算可能な周波数の目安ということなんですけど、まあ、1メガヘルツぐらいまでと申し上げたんですが、まあ、形状によっても違いまして、まあ、およそですけども、モデルの大きさがその周波数の波長の10分の1以下ぐらいであれば、計算できるケースが多いです。まあ、計算は、できるんですけど、どんな周波数でも、まあ、精度がいいという話ですね。が多いです。逆にこの浮遊容量、まあ、どうでもいいよということでしたら、
周波数に、まあ、制限はないという話になります。で、次なんですけども、周波数によるインダクタンスの変化のお話なんですが、まあ、この左に図がありますけども、このようなヘリカルのコイルですね、の、インダクタンスを、まあ、周波数を変えて計算をした結果が右側の図なんですけども、横軸が周波数で縦軸がインダクタンスです。で、このようにですね、周波数が低い間はインダクタンスの値が大きいんですけども、ある周波数に差し掛かると、一気にインダクタンスが低下しまして、で、また一定になると。このような現象があります。で、これは消費効果ですね、の影響によるものです。で、消費効果について、ちょっと説明をしたいんですけども、周波数が高くなるとですね、磁場が、金属の表面にしか侵入できなくなります。これは渦電流による影響なんですけども、この現象のことを消費効果というふうに言います。で、この侵入できる距離のことを消費厚みというふうに一般的に呼んでいまして、この左側の式で計算ができるんですけども、これ真ん中の図が、それを図で表したものなんですが、この胴体のこれ断面図なんですが、奥の方向に電流が流れていると考えていただいて、まあ、周波数が高くなるとですね、この黄色い部分、表面にしか磁場が侵入できなくなります。直流の場合はこれ中までずっと磁場があるんですけども、まあ、周波数が高くなるとそのような現象が出てきます。これが消費効果でして、で、この灰色の部分に、まあ、磁場が発生しなくなるので、インダクタンスですね。インダクタンスっていうのは、電流に対して発生する磁場の大きさで決まりますので、周波数が高くなると、この中心の部分の磁場が減って、インダクタンスが小さくなります。で、この現象ですね、調和解析と過渡解析の場合は考慮されるんですけども、その、精度よくですね、この消費効果を、計算するため、の機能というのがありまして、これが表皮メッシュ機能です先ほどメッシュのところで、磁場の変化が激しいところはメッシュサイズを小さくする必要があると申し上げたんですけども、この表皮の部分はまさしくそういう場所で、表面の部分は小さいメッシュサイズを設定する必要があるんですけども、なかなかそれを手でやるのは難しいですので、この表皮メッシュという機能があります。これを使っていただくと、まあ、周波数を設定しておくと、その周波数に応じた、表皮厚みに従って、この薄いメッシュですね、が胴体の表面に設定されます。このような機能がありますので、覚えておいていただければと思います。次、こちらで磁場については最後なんですけども、損失と磁場熱伝性解析ということで紹介します。まず損失のお話なんですけども、まあ、磁場でいう損失とはですね、まあ、一般的にこの二つの損失があります。動損と鉄損ですね。動損というのは、まあ、コイルのジュール損、まあ、電流、の損失ですね。電流による損失。それから、鉄損は、コア、まあ、磁性体の部分のヒステリシス損と、ジュール損を足したものが鉄損です。で、損失は、まあ、この二つがあるんですけども、この損失というのは、すべて熱エネルギーに変化します。で、この熱エネルギーを利用したものが、まあ、誘導加熱ですね。インダクションヒーティングになるんですけども、この解析をされる方も、非常に多いですので、そのポイントを紹介しておきます。で、まず、その前にですね、この磁場熱伝性解析という、解析で、温度を計算することができるんですけども、この解析はですね、今リリースされているバージョンでは、過渡解析
の場合は使えない機能になります。次にリリースするバージョンですね。冬に2016.1 というバージョンをリリースする予定なんですけども、そちらの方で、過度解析でも使えるようになります。で、話を戻しますけども、熱解析との連性というのを行うことで、温度分布の計算ができます。で、これは解析をした事例なんですけども、IH クッキングヒーターの解析ということで、フライパン、鉄のフライパンがあって、その下にちょっとあまり見えないですけども、コイルがこれ巻いてます。で、このコイルと鉄板は離れているんですけども、このコイルに電流を流すことで、まず鉄板ですね、フライパンに電流が流れます。これは誘導電流ですね。で、この電流による損失で温まると。で、温度がこのようになりますという解析をすることができます。で、この磁場熱連性解析で、まあ、もうよくお問い合わせをいただくのがですね、解析をしてみたけど、温度がなんか100万度になってますとか、全然まともな答えが出てこないですっていう問い合わせを非常によくいただくんですけども、そのほとんどはですね、この放熱経路の設定をしていないというのが原因です。これ、簡単なので難しいんですけども、具体的には熱解析の境界条件で設定をすることになるんですが、この設定をですね、一切してないと、周囲から全然熱が逃げていかないという条件になりますので、もう、現実的にはありえない何万度とかっていう温度になってしまうんですけども、ということで、この放熱の経路を境界条件で設定をしていただく必要があります。で、熱解析では、ここに挙げています6種類ですね、の条件があるんですが、まあ、よく使うものだけ少しここで紹介をしたいんですけども、ですね、テキストは59ページですね。熱伝達環境輻射という境界条件なんですが、まあ、ほとんどの場合はこれだけ設定しておけば、OK です。で、具体的には、これ赤い丸が真ん中にあるんですけども、これが発熱をしているものだと思っていただいて、これが熱が逃げていくには、まあ、いろいろとルートがあるんですけども、まず風を、一番熱伝達ですね。これは風を吹かして、熱を逃がす。それから2番、自然対流。まあ、この2番が圧倒的に多いかと思うんですけども、空気の温度差による対流で、まあ、熱が逃げていくと。それから3番、環境輻射ということで、輻射熱ですね。周囲の空間へ、まあ、輻射していく。まあ、太陽の熱もそうですけども、この輻射。それから4番、物体間輻射ということで、これはですね、フェムテットのモデルの中で、ものがまあ2つあるような場合に、その間でも、輻射によって熱の交換がされるんですけども、そのような設定をする場合は4番。この4つのうちの、まあ、いずれかを設定するケース。いずれかですとか、あと組み合わせですね。自然対流の放熱と環境輻射の放熱があるとかですね。その設定を、するようになります。で、具体的な設定方法が60ページなんですけども、少しだけ触れておきますと、自然対流括弧係数自動計算というのがあります。ほとんどの場合は、これをチェックを入れていただいて、あと温度ですね、室温、20度とか25度とかっていうのを設定していただければ、良いというケースが多いです。まあ、自然対流というのも、まあ、係数が必要になるんですけども、それを自動的に計算する機能です。で、本来ですね、厳密に、答えを求める場合は、周囲の空気の流体の解析をする必要があるんですけども、
すごく狭い場所に閉じ込められてるとかですね、そういうようなケースでなければ、この方法ですね。で、解析をすることができます。ちなみに、今、フェムテットには、流体、熱流体の解析機能はないんですけども、次のバージョンですね、次のリリースバージョンで、熱流体の機能が追加される予定です。なんですけども、まあ、この境界条件を使った、解析でですね、おおよそは、大丈夫です。それから、最後になりましたけども、電波解析について少しだけ触れさせていただきます。磁場解析とは直接関係、内容で関係ある部分があるんですけども、コイルの浮遊容量が計算できるというのを紹介しておきます。先ほど浮遊容量は磁場解析では計算できないという、コイルできないというお話をさせていただいたんですけども、この電波解析の機能を使うと、その容量ですね、が計算できます。例えば、まあ、こういう、先ほども出てきましたヘリカルのコイルの、磁場解析をしたとしますと、そのモデルに対して、右側にちょっと手順が書いてあるんですけども、この手順を実施していただいて、計算をしていただくと、容量が何ピコファラドっていうのが結果として得られます。ので、浮遊容量が気になるという方は、ぜひ電波解析を使ってみていただければと思います。で、最後ですね、こちら参考資料ということで何枚か用意してます。電波解析の詳細ですとか、計算式の導出ですね。マクスウェルの方程式、で、から、まあ、導出した式を、この磁場解析では解いてるんですけども、その導出の方法ですとか、まあ、いろいろと、資料がありますので、また、お帰りになられてから気になる方は見ていただければと思います。以上で、前半の講義の方は終了になります。